ドン・フェルダーは、アメリカ合衆国、フロリダ州ゲインズビル出身のミュージシャン、シンガーソングライター、ギタリスト。1970年代のウェストコースとロックを代表するバンド、イーグルスのメンバーとして、またホテルカリフォルニアの作曲者として著名。巧みなギターテクニックを持つギタリストでもある。少年時代に、ゲインズビルに転居してきたスティーブン・スティルスやバーニー、レドンと出会い、 彼らとバンド活動を始める。後に彼らは父親の仕事の都合で去っていった。この頃楽器店の教室でトム・ペティにギターのレッスンをしている。1968年頃にチャック・ニュー・コムラとフローを結成。ニューヨークに進出し、ジャズレーベルの CT レコードからアルバムを発表したもののあまり売れず解散する。その後、 バーニーと再会し、ロサンゼルスに移り、クレアム・ナッシュやデビット・ブルーのツアーバンドのギタリストとして活動し、アルバム、オン・ザ・ボーダーをレコーディング中だったイーグルスに、スライドギターの演奏を依頼され、そのまま加入する。ちなみに後に発表された時点で明らかにされたことで、あるが、この時、同時に設立された有限会社イーグルスに、 既存メンバーと同等の権利を持つメンバーとして参加しており、これが2001年に不当解雇で、フライ、ヘンリーの両者を訴え、その後両者がフェルダーの主張の正当性を一部認めた、上で時短が成立するという流れの伏線となった。呪われた夜では、ビジョンズでのリードボーカル担当、ホテルカリフォルニアでは、タイトル曲を作曲し、イーグルスの活動に貢献したが、 イーグルスは1980年に解散となる。解散後はソロで活動していたが、1994年にイーグルスが再結成され、フェルダーも参加する。しかし、2000年にグレンからバンドに貢献していない。と解雇を言い渡される。当時は詳細が明らかにされなかったが、実際の理由は音楽的なことではなく、フライ、ヘンリーの戦王に、 フェルダーが不満を漏らし続けたことに豪ーに癒したフライの決断であった。2001年にフェルダーは解雇の撤回と報酬分配の見直しを求めてグレンとドン・ヘンリーを告訴する。再結成されたイーグルスでは二人が他のメンバーの倍の報酬を要求し、両者の取り分が それぞれ7分の2、残りの3人が7分の1ずつを受け取ることを強要されたことが2010年に発表された時点で暴露されている。2006年に時段が成立したが、結局、フェルダーはイーグルスに復帰しなかった。2010年、暴露本、ドンフェルダー時伝天国と地獄イーグルスという人生を発表する。噂で漏れ伝わっていたイーグルスのメンバー間の圧力や、 ドン・ヘンリー、グレン・フライの横暴さが暴露されているが、この著書の中で、ホテル・カリフォルニアの作曲者が、フェルダー自身であり、曲が完成されていく詳細が初めて公式に、明らかにされた。一方で両親から受けた影響や妻との慣れそめ、離婚に至った、経緯、セッションマン時代の苦労話なども、こと細かに書かれており、暴露ものという以上に、内容のある自伝として成立している。 その他、60年代70年代のロックミュージックの歴史が記された記録としての側面も興味深いものがある。ありがとうございます。